なかなかネタが出来上がらないウンウド。もうやる気ねえ。じゃあ、コピーできましたんで、はい、ちょっとこれやっていきましょうかね、はい、どうして急に学校を辞めて辞めるなんて言い出したんだ。うるせえ、お前には関係ないだろう。親友の俺にも理由が言えないのか。もうやめない。考えたことがあるのか。自分の胸に聞いてみたけどが、聞いてみてもいいのか。やり方間違えた。待てよ鈴木。なんだ、待てど暮らせど。残念だが、せっかく途中まで頑張ってくれたんだけども、今回のこのドラマ君降りてくれないか。はい。あー、ドキドキするな。今のは合ってるわ。今のは合ってますね。今のはウードに合ってるよ。長距離どうしようかな。ああ、俺やだな仕事。ああ、しっぽいな。ちょっと、え、乗せてください。ちょっと、あ、いいよ。え、乗った？乗りましたよ。本当乗ったの？いや、わかるでしょ。はい、オッケー。はい、オッケー。はい。じゃあ、はい、バタン。はい。あと二人きりなるかな。何？新しい漫才に対してウードの立ち話、どちらが受けるのか。やっ、いやーねー、頑張ってやりたいと思います。そうですよ、あの南原さんと僕の共通点といえばテレビが好きだ。二人ともテレビが好きなんですね。よく見るんだよ、テレビでね。最近話題になったのは交番劇ですね。あの橋田壽賀子のあれ、うん、飼い犬に手を噛まれたようだってやつ。噛まないってのはあんなババアの手ね、まずいってのはあんなの。あと交番といえば、うん、宮沢りえの代役で石木さえちゃんがね、さえがやったね。代役代役って、さえちゃんも独自で頑張ってるでしょ。そうだよな。さえちゃん、はいはいはい、さえちゃん全然似てないけど、さえちゃん、さえちゃんはどんな仕事してんのかな。 CM いっぱいやってます。はいはい、キットカットとか、あと三井のリハーサルやってます。全部リエの代役じゃねえか。全部リエの代役じゃないですか。ジョー、おしっこ漏らすなよ、さえちゃん。はさえちゃん、おしっこ漏らす。あーじゃなくて、さえちゃん今回のクラの原作は読んでるんですか。はい、あの台本は読みますけども、原作は読んでません。ダメじゃねえか。ジョー、漏らすなよ。あと話題になってるといえば、あの結婚、河野恵子さんと貴乃花。それだよ、河野だよ、特報やってるのに。特報スクープできなかったからな。あのね、ニュース見て、ウドもね、内村さんとあのウンウドでやってるでしょ。それニュースを見て、フジテレビのアナウンサーと付き合うのはどういう気分なんですかね、内村さん。ダメじゃない、触れちゃダメじゃない。結婚といえばね、結婚、あのマッチが結婚したでしょ。マッチね、驚いたよ、うん、何驚いたって、うん、よっちゃんが結婚してたからね。マッチの結婚式に来てたよっちゃんが結婚してないもんな、あれ。ああ、でもね、あの相手が元 AV 女優とか、必ず元 AV とか、かわいそうだね。いつまで経っても つきまずってくるな、あれ。あと谷口聡一君なんて元バクでしょ、いつまで経ってもずっと元バクなの。かっこいいのはいいよ。かっこいいんだよ。どういうの。小沢健二、元フリッパーズギター。かっこいい、健二。小沢一郎、元自民党。いや、でかいな。何が嫌なの。俺は別れるぜ。全然かっこよくねえじゃねえか。勝又邦和、元チャチャ。欲しくねえよ。アンパンマンは君さ。うるせえな、もう。全然欲しくない過去だよ、そんなの。菊池桃子、元ラム。うわぁ、消して、結婚前にどうにか消して、それ。岸谷五郎、元接待。誰も知らねえぞ。関根勤、元ラビット関根。いや、芸名変えただけだろ、それ。かーまーち。天君ってグループじゃないでしょ。王監督も まだ元助監督言われますからね。野球もこれからどんどん盛り上がってくんじゃないですか、ね、盛り上がるけどね、やっぱね、野球じゃ足りない。解説とかね。解説もね、今までみたいにほら、解説者が同じ解説者面白くないでしょ。あ、お笑いとか入れたな。そうだ、お笑いって言えばダメだ、うん。今日は野球解説者に、タレントの出川哲朗さんをお待ちにした。いやいやいや、もう入ってんの、入ってんの。これ待ってんの。まあ、南原勘弁してくれよ。野球に来てると思うんですよ。全部聞いてるの。いや、タモさん勘弁してくれよ。ダメだ、出川哲朗。大物がいいよ、大物が。大物です。そうそう。今日は、
野球解説に加山雄三さんをお迎えしました。いやどうもこんにちは。加山さん野球の方は？そうだね、やっぱボールを投げて、うん、木みたいなので打ってね、うん、ゴツンとやってあんまり知らねえじゃねえか、うん、ちょっと若いやつやね、若いやつを。今日はチャゲ&アスカさんの、アスカさんが解説、来てくれてます。あ、アスカさん今ホームランが出たわけですが、今のバッティング説明してください。ウォーナイアイアイチャゲ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 って、なんでチャゲに頼ってんだよ。お笑いに戻そうか。バカルディの三村。バカルディの三村、俺じゃねえか。あ、バカルディの三村、俺じゃねえか。よろしくお願いします。いやいやいや、ネクストバッターズさんが次入んのかよ。ショート打ってお前セカンド投げてファースト、そのまんまじゃねえか。まんま言ってこうすんだお前。ツッコめよちゃんとお前。女の子女の子。今日はアイドルの解説者に石木さえちゃん。さえちゃん、さえちゃん、うるさい、さえちゃんうるさいから。あのさえちゃん野球は初めてだそうで。え、あの台本は読んだんですけど原則まで読んでません。意味わかんない、水脈のないドラマだから。いやもう笑うなよもう。いや漏らしちゃったまた。まあでもおしゃれなところは多いでしょ最近。何おしゃれ。ちょっと気遣いしちゃうようなところ。ああなんかおしゃれなところ、うん、今日はリザーブされてる天野さんでございますか。はい、今日は特別に、特別に珍しいお茶が手に入りました。何ですかそれ、いいんですか。中国から入ったお茶ですけど、ね、はい、これはカラスと竜が飲んだと思われるお茶です。カラスと竜の、はい、ウーロン茶じゃねえかこれ。どんなのがいいんですか天野さん。まああのご飯類、伝説上の生き物があります。何伝説上の天野様、どんな芝居なんですか。え、伝説上の生き物があります。珍しいんですか。珍しいと、はい、楽しみだな。これですけどもね、わあすごい厳かな伝説上の生き物、うん、ノリで巻いてみました。ノリで巻いたの、はい、これ緑のこれカッパ巻きじゃねえか。質素なカッパ巻きじゃねえか。ウリ科の食材。なんでございますか天野様。なんですかこれ。ライス類がいいんでございますか天野様。飯がいいんですか。わかりました、当店のオリジナル。あ、オリジナル、オリジナル料理持ってきます。はいはい、早い安いうまいよ。吉牛出しちゃったこれ。よく入れてございます。うるせえなもん。ジオどうもありがとうございます。お礼の京子ちょっとこっち来いよ。なんだよ。悪いけどさ、もう京子のことさ、あ、諦めてくんないかな。できない。俺はできない。たとえ俺が京子ちゃんのことを諦めたとしても、果たして京子ちゃんが俺のことを諦めることはできるのだろうか。俺とさ京子はもう2年以上も付き合ってんだよ。そこにお前が3ヶ月前からひょっと顔出してきただけなんだよ。しかも京子はお前のこと嫌ってんだよ。迷惑がってんだよ。いつもお前放課後さ靴箱のとこでさずーっと待ってるだろ。あれが迷惑だって言ってんの。誰が言ったんだから。京子だよ。なんだあなた、何ですか。俺は俺だよ、内村って言うんだよ。おお、俺も俺さ。お前さ京子のさ、そんな好きだ好きだって言ってるけどさ、どういうとこが好きなんだよ。俺は、京子ちゃんの、うん、よし、鍛錬、うん、迷路快活、うん、弱肉強食。なんで。どういうとこが好きなのか聞いてんだよ。なんだよ、分かったよ。言えよちゃんと。京子ちゃんの、あの中山美穂足して2で割ったような顔。ちょ待て。あ、誰と足して2で割ってんのよ。京子ちゃんに決まってるだろう。じゃあ中山美穂いらねえじゃねえかよ。京子は京子でいいじゃねえかよ。あーじゃないよ。京子ちゃんの何が分かるよ。分かってんだよ、俺と京子はもう2年以上付き合ってんだからよ。あ、うんじゃないよ。他にどういうとこが好きなんだよあいつのよ。あの抜けるようなサメ肌。サメ肌。いや俺は、いやじゃないよ、俺はサメサダハダハダな。まとめて言えかな。お前さ京子のさ、え、いつから好きになったんだよ。あれは確か、うん、3日前のことだった。3日前か。待てよおい、3ヶ月ぐらい前から靴箱のとこで放課後ずらっとこで待ってたろ。なんで3日前なんだよ。3ヶ月前はそんな予感がしてた。予感、予感でずーっと待ってたのか。ほんで3日前で、あ、好きなんじゃないかなって気づいたのかよ。そうさ、そうさ、やっと気づいたさ。お前京子と話したことあんのか。ところでよ、あれさ、うん、買い物1つや2つや3つや4つ
数えきれないさ。どんな話したんだよ。あれはある日の夕方のことだった。うん。俺は愛犬のドーベルマンのポチを担保してた。ドーベルマンなのにポチっていうの。そうさ。そうするとするってえと落語家さんか。なんだするってえと。向こう岸から歩いてきたさ京子ちゃん。向こう岸。おお。なんか変わった京子ちゃんも。おばあさんを散歩させていた。バカな散歩さんの。そして俺は開口一番行った。京子ちゃん、うん、痩せても枯れてもおばあちゃんはおばあちゃんですね。何の話だ。大体さ、なんでお前ここにいんだよ。なんで3ヶ月前がずっと靴箱のとこ待ってんだよ。お前第一ここの学校の生徒じゃないだろ。隣の農業高校の生徒だろ。なんで毎日サムをうちの学校みたいにこうやっているんだよ。お、なんだ。うちとは姉妹校のはずじゃないのか。違うよ。姉妹校でもなんでもないよ。なんだよ。なんだよ。なんだよ。同じ中学のスクールゾーンで、あなたに恋愛の自由を阻止する決まりはあなたが作ったのですか。なんで負けかけんだよ。もうやめてくれっつってんだよ。いえ。おはじくぞ。あ、来い来い。待てよ。俺が普通かわすんだろ。なんでお前がかわすんだよ。じゃないと俺に当たってしまうだろう。あ、やろう。一本。一本じゃない。いいよ。これだけ言いたくなかったけどよ。京子からお前に伝言があったって。天狗くん。いいかよく聞けよ。京子がな、あなたが世界中で一番嫌いですって。お互い辛いな。なんでお互いなんだよ。バカがおめえ。あなたがってお前のこと言ってんだよ。お前だよ。おめえが嫌い。ごめんな、俺も強く言い過ぎたよ。じゃあ、そういうことで。じゃあな。ふと内村。なんだよ。京子ちゃんに俺からも伝言だ。ああ、いいよ。なんだよ。さよならから始めよう。分かってねえじゃねえか。どうもありがとうございました。さあ、それでは判定の方お願いします。どうぞ。